回のやつはウルトラ級のバカでした。年齢は20代、男性、身長170センチ、ちょっとの茶髪の男です。なぜ頭おかしいと思ったのかご説明します。今回、買い物目的と会社の書類を取りに行く目的で篠崎駅を利用しました。その際、後ろから毒用声かけられたので注意しました。そしたらなぜか金銭を要求してないのに急に恐喝呼ばわりされました。マジ受けますよね。笑い。嘘かどうかはこの動画を最後までご覧ください。マジで大荷物でしんどいのでエスカレーターを利用してます。エスカレーター歩いちゃいけないんですよ。書いてあるじゃん、あそこに。書いてあるでしょ、ルール守れ、バカ。動画をご覧の通り、私は恐喝をしてないので、一緒に警察行かず無視してそのままダイソーへ向かい、その場でグッバイしました。その後どうなったのって、お店のエスカレーター上がって、3階あたりで上から見下ろしてたら、本当に警察が来たので、買い物を終えて、反対側のエレベーターを利用し、下で張り込んでるおバカさんを避けて、そのまま会社へ行こう。再び地下鉄に乗って帰宅しました。さすがの私も暇ではないので、バカにかまってる時間はないので、そのままちゃっちゃと帰りました。わらわら。その後は、家に到着し、ゲームをして1日を終えました。捕まえられなくて残念でしたね。おバカさん。わらわら。てか、こんなバカのために付き合わされてる警察ほんと大変だな。わらわら。